王宮ホーフブルク。王宮の前の広場は英雄広場と呼ばれています。およそ650年に及ぶハプスブルク家の栄華、その歴史を見続けてきたのが王宮ホーフブルクでした。帝国の発展とともに増改築が繰り返され、広大な規模を所有するに至りました。いくつもの建物が連なり、その随所に時代時代の建築様式が刻まれています。部屋数はおよそ2600。王宮内にはハプスブルク家がその長い歴史の中で収集してきた銀器、食卓調度品のコレクションを展示した部屋や、皇帝フランツ・ヨーゼフが実際に生活をした皇帝の館などがあります。広場にはサボイア公オイゲンの騎馬像が置かれています。多くの名だたる建築家と技術者が宮殿の拡大造営に参画しました。そのリストの中にはバロックの巨匠フィッシャー・フォン・エルラッハの名もありました。後にルイ16世に嫁ぎフランスの女帝となったマリー・アントワネットはこの宮殿で生を受けたと言われています。王宮ホーフブルクは現在オーストリアの大統領の公邸として使われています。オイゲン公の騎馬像と向かい合わせの格好でカール大帝の騎馬像が置かれています。アスペルンの戦いでナポレオンを破ったカール大帝の勇姿が表現されています。王宮の中庭に面して立つヒルデブラントの設計による最小級中庭中央の銅像は初代オーストリア皇帝フランツ一世です。18の建物からなる宮殿部分と19もの庭園が複雑に組み合わされた王宮ホーフブルク。最初の部分が建設されたのは13世紀頃と言われ、それ以降20世紀に至るまで歴代ハプスブルクの皇帝の居城として堂々たる威容を誇りました。最も古い部分は1220年に骨格ができたスイス宮、そして15世紀から18世紀にかけて作られた部分は旧王宮と呼ばれました。19世紀から20世紀初めには新王宮と呼ばれる部分が建設されました。マリア・テレジア広場。広場を挟んだ両側には姿のよく似た2つの建物が建っています。ウィーンの自然史博物館と
美術史博物館です。広場はその名の通りにハプスブルク家の女帝マリア・テレジアをちなんで、自然史博物館はマリア・テレジアの夫フランツ一世のコレクションをもとにしています。さまざまな生物の化石や剥製、鉱物などの標本が展示されています。美術史博物館はヨーロッパの三大美術館の一つと言われます。1階のエジプトの美術品のコレクションはウィーンに輸送され、皇帝フランツ・ヨーゼフのために組み立て直されました。ミイラや石の彫刻および棺や墓などが含まれています。その他にも古代ギリシャからローマ、中世近代に至るまでの絵画の歴史がここに保管されています。フェルメールやラファエロ、ルーベンスなどのコレクションが充実しています。中でも農民たちの生活を多く題材にしたピーテル・ブリューゲルの作品の収蔵点数は世界一を誇ります。広場の中央には国の母と呼ばれ愛された女帝マリア・テレジアの像が立っています。マリア・テレジアはハプスブルク帝国を統治した唯一の女性でした。それまでハプスブルク家はサリカ法典に基づく男系相続を定めていましたが、カール6世は国事勅書を出して国内および各国にマリア・テレジアのオーストリア、ボヘミア、モラビア、ハンガリーなどハプスブルク家世襲領の相続を認めさせました。オーストリアを強国にすべく封建制度に縛られず様々な改革を行ったマリア・テレジアは時代を超えてウィーンの市民に愛されているのです。マリア・テレジアは他国に先駆け全土に均一の小学校を新設し義務教育を確立させます。また徴兵制度の開始にあたっては農民出身であっても給料を得られるようにしたことで兵士たちは安定した生活を保障され、オーストリアの軍事力は格段に上がったと言われています。王宮入り口のミハエル広場、ミハエル教会に隣接することからその名があります。王宮の門の一つミハエル門、ドームの高さは37メートル。19世紀の末に完成しました。外壁にはギリシャ神話をモチーフとした像などバロックの彫刻が数多く飾られています。門の下をフィアカーと呼ばれる馬車やシティバスが通り抜けます。
門の両脇にはヘラクレスやアトラスなどの男性像が威厳を見せ、優雅な文様と調和をなしています。ミハエル広場のそばではローマ帝国時代の遺跡を見ることができます。歴史的にウィーンの起源となるウィーン・ド・ボナの宿営地の遺構です。ミハエル門前の広場に立つミハエル教会は1250年に建設されました。ロマネスク様式の教会にゴシック、バロック、ルネサンス、クラシックなどの多彩な様式が盛り込まれ改築されていきました。教会ではモーツァルトが亡くなった数日後に未完であったモーツァルトのレクイエムが家族や友人たちの手によって初演されました。